ミューズと詩人作品132は、カミー・ユ・サン・サーンスが作曲した、バイオリン、チェロ、還元楽のための競争的作品。ピアノ伴奏版も存在する。サン・サーンスは1909年頃、かねてから、信仰のあった二人の奏者、バイオリニストのウジェ・ヌイザイとチェリストのジョゼフ・オルマンを、共演させる作品を構想し始めた。1910年に入って、バイオリン、チェロ、 ピアノというピアノ三十奏の編成で作品は完成し、同年中に還元楽版奏版も書かれた。限定はサン・サーンスの支援者であった J イコール・アンリ・カルエ夫人の追憶に行われた。これは夫人が1908年に亡くなっており、サン・サーンスが哀悼の意を表したかったことと、イザイとオルマンには弦楽四重奏曲第一番とジェロ協奏曲第二番を それぞれすでに検定していたことによる。ピアノ伴奏版の初演は1910年6月7日に、ロンドンのクイーンズホールで、イザイオルマン、サン・サーンスによって行われた。還元楽伴奏版は、同年の10月20日、パリのサラベルナール劇場において、同じ独奏者、フェルナン・レボルヌの式で初演された。独奏者たちに要求される技術は高度なものだが、サン・サーンスが、 二つの楽器の対立ではなく、対話を表現したかったと語ったように、ビルトージックな表現よりも、むしろ、還元楽も含めた調和や、充実した音楽表現が必要となる。演熟した楽器の扱いや、豊かな音楽的発想力、自然な筆致を見ることができ、作曲者の晩年の作品でも特に注目すべきものの、一つである。ミューズと詩人という題名は、 サン・サーンスがつけたものではなく、出版社のデューランから提案されたものであるため、いわゆる表題音楽とは言い難い。それまで、サン・サーンスは、一貫して、二重奏とのみこの作品を読んでいた。独奏バイオリン、独奏チェロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、トロンボーンさん、ティンパに、ハープ、言語を基本的には、自由な形式をとるが、 大きく三部分に分けて考えることができる。演奏時間はおよそ15分から16分。第一部は、ホタンチョウ、6、8拍子、アンダンティーノで始まる。オーケストラの主題提示に続いて、独奏楽器がレチタティーボを奏で、その後も、オーケストラと独奏楽器が、変わる変わる美しい旋律を歌い交わす。第二部は、ヘンドチョウチョウ、2、4拍子、 アレグレット・モデラートで始まる。バイオリンの消化デンツに続いて、チェロによる給付を多く含んだ主題が提示され、この主題がテンポや調を変えながら変容していく。チェロによるクライマックスは断ち切られ、ハープの伴奏の上にバイオリンが現れる。木管楽器の二重奏に彩られた計画を挟んで、次の部分へと続く。第三部では、チェロの消化デンツに続いて、 第一部が簡潔に改装される。三、四拍子となると、バイオリンに新たな主題が現れ、これを中心として展開し、補聴調の華やかな終結を迎える。ありがとうございます。